本日1食目になります。これが、プロテインマグケーキと、まあ、オートミールとプロテイン大箱ステーキパウダーで作ってるプロテインマグケーキ1つとバナナ1本あと、プレアクアウトドリンクとしてモンスター、これめっちゃ美味しいですね。味もゼロカロリーで EAA グルタミン、クレアチンちょっと蜂蜜かけてやっていきます。で今日ね今、7時20分ぐらいなんだけど、くげ沼の本空のエンタイムまで来てます。これが今日のミルワンで、これ食ってメイプルやっていきたいと思います。うん、おいしい、めちゃくちゃ。これ全部で大体400キロカロリーぐらい、バナナ120カロリーで、これが300カロリーぐらいなので、出しても420とかのカロリーに今これは収まってます。うん。蜂蜜がいいね、めっちゃやっぱちょっとだけど美味しく感じますね。蜂蜜。ということで、ちょっとトレーニングをするね、下げないで上げていきたいと思います。今筋トレ終わって、これはミール2になります。2食目です。今時刻が10時半ぐらいで、11時前、ささみですね。ささみ 225g低温調理器で作ったやつと、かぼちゃが 165g で、総カロリー 400g。 今トレーニングが終わって、くげ沼の近くの川沿いの公園みたいなところ、ここで2食目を食べていきたいと思います。まず炭水化物から。かぼちゃもすぎる。雨降ってて、急遽朝だいたい8時からかな、筋トレしてました。なので、まあ、2時間ちょっとですね。
こっちの方良すぎるな。さすがに海近い町はいいっすね。やっぱなんかのどかで静かで。うますぎる。ちょっとバカうめえな、やべえよって感じで、ちょっと飯を食べていきたいと思います。はい、3食目です。今6時半ぐらいでようやく3食目になります。はい、今から、今時刻は6時半ぐらいで、6時35分ですね、正確には6時35分で、ようやく今湘南から帰ってきたので、3食目になります。最後に食べたのが11時とかだったから、マジで、何時間？7時間ぐらいあんま食べてない。ちょっとさすがにやばいっすね。で、食べるものは昨日と同じ、結構この味噌汁みたいな感じ、5カロリーのやつと、あとはメカブ2つ、これで20、今25と、あとはまあささみ茹でた、低温調理で茹でたやつが180、まあ190g ぐらいと、カツオ 130g、 コンビニのサラダを2パックとエビちょっととキムチっていう感じです。で、最後にちょっと今日も1日ですね、終わったらちょっと甘いもので締めたいなっていうので、まあ、セブンの0キロカロリーのこの寒天ゼリーで最後締めたいと思います。ちょっとマジで腹減りすぎてやばい。さすがにちょっとベジタブルファーストで、でもここは貫いていきたいと思います。これ多分っていうか、まあカロミル見たんだけど、これで全部でまあ500いかないぐらい、490とか。ちょっと昨日の夜に比べたらカロリーちょっと多いんだけど、これを食べていきたいと思います。マジでうめえ。もう塩がガチでうまい。今大会の3日前ぐらいまで塩ちょっと多めに取っていくんだけど、まあ、ナトリウムローディングってやつで塩もとかも取っていくんだけど、塩がちょっとうますぎるの、うますぎる。これ食えなかったらやばいって感じで、ちょっと腹減りまくってるんで、ちょっと食べていきたいと思います。はい、フロントポーズ、サイドポーズ、バックポーズ、サイドポーズ、おいっす。じゃあありがとう、相談ありがとうね。はい、バイバイ。じゃあね、おやすみ。おやすみ。おいっす。はい、今風呂から上がってきて11時45分です。半身浴ですね。ちょっと若干血管も出てきていい感じになってきてます。今日は大会まで、残り8日間8日間ということで D-8 だったんですけど、まあ朝ですね、だいたい朝一で、噂の友達から聞いた噂のですね、本宮沼にあるエニタイムがめちゃくちゃいいというふうに聞いてたので、本宮沼まで、エニタイムでですね、トレーニングするために行ってきました。でもやっぱ、
まあ駅から10分ぐらいのところだったんですけど、まあ、釘沼までこう歩いていく道のところで、やっぱ向こうのなんかこう湘南のなんていうんですかね、このスローライフ感というか、朝7時前とかに釘沼に着いたんだけど、結構もう本当にたくさんの人が犬とかこう散歩して、でかい犬とかをね、あの連れながら散歩してる光景とか、すごいあの原料巻きながら意識もろとしたんだけど、なんかそこがすごいいいなって、なんかスローライフというかいい生活だなっていう風にすごい思いました。で、まあ、そこからね筋トレも2時間ぐらい、今日は胸筋、まあ、胸の日だったのでやって、でね、まあ結構湘南の方 T サイトっていう蔦屋書店ね行ったりして、すごい充実してた一日でした。でただ一方で結構、まあ、体がすごい本当に細くなってってる、カーボ、炭水化物をすごい抜いてるので細くなってきちゃってるので、急遽あのオーストラリアにいるね大輝くんに相談して、まあ今後これから残り、まあ今日入れなかったら1週間、残り7日間になるので、どうご飯を、まあ、食事を調整していくかとか、そのあたりちょっと最後相談してました。で、まあ、ここからはねもう体が劇的に大きくなるとか、まあ、今もう結構絞れてきてはいるので、まあ極度にこう削りすぎるというよりは、カロリーは絶対1500を下回らないように取ってして、で体の大きさもねちょっとあまり削りすぎず、いかにこうとはいえ脂肪も落としつつみたいなところで、食事のところと筋トレの強度を落とさないで残り1週間でいきたいなというふうに思ってます。では、とりあえずですね、ここまでがデイマイナス8、8日前の1日になります。またよかったらご視聴ください。本日はありがとうございました。